る。初詣に来ました。おちゃん初詣に来ました。やった、ね、あ落としちゃダメや。おい何これ、ちょうだい。2024年か、すごいですね。令和6年ですよ。直前になるとなんかやりたがらない。そうやし、あのあれだよ、できなかった時のあれが怖いんだよ。できなかったってなんやねん。そうなんだけど、自信があるやつだけやりたいんだよね、るいちゃんね。わかるよ。俺もあの国語の発表の時さ、うん、あの自分ができない人あのやだからさ、できないできないばかり言ってさ。そうでしょ。もう置けるだけ。そう、 あそこに投げるだけ、うん、そう、まだ順番よ。なるほど、もうやりたくない。投げるだけだから、ポーンって。チラチラ見せんな、ご縁を。今からやっていきます。これじゃない、これじゃない、もう帰る。ルイちゃんと僕ともう帰る。いいよ、ルイちゃんこの中にポンって投げて、ポンって投げて、手を合わせて、はい、ダイト一番下のやつかな。お金がない、お金あるよ。体こっち向けて、取れた。じゃあ後でね。じゃあ次るいちゃん、るいちゃん、はい、取って取って。じゃああっちでね、開けるね。はい、パパ、太鼓。よし。お、おみくじ引きましたか。じゃあルイトンから開けよっか。じゃあルイトン大吉。じゃあパパに開けてもらおうか。兄弟として。なんか兄弟。踊ってます。ルイちゃんはお賽銭を投げるのに自信がなくてぐずってました。やだ帰るって言って。ね、なんでかぶってくれた。はい、じゃじゃん。お、末吉。末吉でーす。もう正解。ルイちゃん正解、うん、末吉正解、正解。なんか いいこと書いてますか、ルイトンっぽい。なんかいいこと、信じにしとき至るまで手に任せて静かに身を慎み、折れば、雪の朝日に消ゆる気ゆるごとく楽しむことも時もあり、はい、今は何も控えてきて、うん、あ、何もすんなと。何もすんな。さあ、じゃあ2位に行きましょうか。今年の運勢は。さあ、さっき今日引きたいとかしたけど。あ、いや、あの、これはたまね。じゃん、吉、いいじゃん。正解。勉強はどう？学業。学業。学業なんて書いてある？あ、正しく学べって書いてある。ママの正解。うん、頑張れちょっと。ママの正解。そう、ママこれから開けるよ。はい、パパトン。パパトン。行きましょう、パパトン。お、来た。何？お、大吉。大吉来た。久々に大吉来ました。お、よかったじゃん。なんかちょっといい年になるといい。年になるといいですね。見ますすに宝もでき、一心出世すること、マジかよ。されど心正しかければ、わざや。心を清らかにしとけと。いう感じですね。当たりじゃない。願い事、しびよく叶う、されど、油断すれば破る。学業、じゃね、飽きない。
損なし、相当利あり。お、マジか。ちょっと期待しましょうか。ちょっと頑張んなきゃね、そもそもね。頑張ります。頑張ります。ノートンの2024年運勢は、お、嘘。まあ、お、旅立ち、行く先利益あり。うん、運勢のお店がいい。飽きない。売り買い、何でも吉。すごいね、やったぜ。めっちゃいいスタート切れてる。やったぜ。ということで、ライトファミリーですね、はい、まあなかなかいいスタートですかね、うん、切れそうな感じがします。まあルイトンだけね、ちょっと静かにしなさいって感じですけどね。よかった、ね、今年もライトファミリーをよろしくお願いします。スイキチのルイトンが一番テンション高いです。遊びました。これ何入ってんの？欲しい。あ、スモモやん。ママ買おう。あとはスネジャムとか懐かしい。チョコレートのお金。チョコレートのお金と、あと他に何がいい？いっぱいあるからどんどん。あとイチゴ。イチゴ。イチゴ。はい。駄菓子876円分買いました。約1000円だ。